この美しい惑星ガイアで繰り広げられている正義のサイバトロンと悪のデストロンの戦いは、新たに現れた宇宙海賊シーコンズを巻き込みながらさらなる展開を見せていた。ってのはなんだ。お前たちと組んであのサイバトロンの奴らを倒したい。お前たちにとっても邪魔なはずだ。おめえらと組まなくてもサイバトロンなんざぶっ倒せるが、報酬次第では話に乗ってやってもいいぜ。報酬？サイバトロン一体につき俺たちの持っているアンゴルモアエネルギーを10分の1やろう。いや、8分の1だ。何？おめえたちもサイバトロンには手を焼いてるんじゃねえのか？だから俺たちんとこにそんな話を持ち込んできたんだろう。まあそうだ。10分の1じゃチート少なすぎるぜ。8分の1でも少ねえぐらいだ。まあいいだろう。じゃあ8分の1だ。ただし頭のライオンコンボイは2倍、いや3倍だぜ。いいな。何？サイバトロンのボスだぜ。ボス、それぐらいの価値はあるだろう。決して高くはねえはずだ。しょうがねえ、いいだろう。サイバトロンのやつらは俺様がおびき寄せる。約束は忘れるなよ。お前たちの方こそな。デストロンの破壊公爵メガストームがサイバトロンをバラバラに分散させ、1対1でシーコンズと戦わせる作戦を考えていた。うまくいった。シーコンズなんぞ俺様の手にかかればこんなもんなんだぞ。トランスフォーム！メガストームの計算。シーコンズとの交渉はうまくいったし、これでサイバトロンもおしまいだよ兄ちゃん。よくやったぞメガストーン。さすがこのガルバトロンの弟だ。お前たちも少しはわしの弟を見習え。そうだ、見習うんだぞラジャー。ちょっと待ってくださいガルバトロン様。なんだスタースクリーム。なんだ。サイバトロン一体につきアンゴルモアエネルギー8分の1ってことは、サイバトロンは6人いますから、つまり。なあ、あのリンゴがうちらの持ってるアンゴルモアエネルギー全部っちわけやろ。そう、まずアパッチをやっつけたとしたら1個シーコンズに渡すわけよね。スクーバを倒したらもう1個シーコンズに、ビッグホーンを倒したらまた1個、ダイバーを倒してまた1個。タスマニアキッドを倒してさらに1個、最後に隊長のライオコンボイは3倍だから、もし倒したらさらに3個。うちらのアンゴルモアエネルギーもうなってもうた。なんでだ。やっぱりね。もしシーコンズがサイバトロン全員を倒したら、私たちの集めたアンゴルモアエネルギー全部あげちゃうってことよね。うちらサイバトロンの味方せなあきませんな。なんでやねん。そうなのかメガストーン。まさかそんな交渉を俺様がするわけないんだぞ兄ちゃん。やだなもう。それはそうよねメガストーム様。まあ見てたよ兄ちゃん。いい作戦考えてあるんだからもう。ほいダッツ。この計算合ってんの？あいつさっさできたのか。
めんどくせえ穴掘りなんかしなくてもサイバトロンを倒しゃお宝が手に入るって寸法とはね。さすが親分、抜け目ないわね。俺たちを安く利用しようなんてアメンだよ。くそ、ハーフシェルの野郎どうしてくれよ。メガストーム様、これなんでっか。サイバトロンをおびき寄せてシーコンズと戦わせるために使おうと思っていた発信機だ。発信機、予算かい。ダジ、爆発でもしたらどないすんねん。発信機が爆発するかい。メガストーム様の作ったもんやで、よう考えてみ。ありえる。これ、爆発、それだ。うわぁ、なんでっか。それだ、それ爆発って手があったんだぞ。両方いなくなれば生成するんだぞ。メガストーンは発信機に爆弾を仕掛け、サイバトロンもろともシーコンズを倒す作戦に切り替えた。シーコンズの海底作業もこのところ鳴りを潜めているようですな。このままおとなしくしていてくれればいいが。それは無理なんじゃないの。おとなしい海賊なんて聞いたことないし。ダイオコンボイ、海底の N401 地点からアンゴルモアエネルギーの反応よ。本当か、正確な位置を教えてくれ。了解。ほーら、やっぱり暴れ出したぜシーコンズのやつは。すぐにスクーバとダイバーを向かわせましょう。どうした、ナビ。ここから北東に向かった S23 地点でもアンゴルモアエネルギー反応が。陸ならデストロンかい。ちょっと待って、海底の N603 地点と南西のジャングルからも反応が。デストロンもシーコンズも早いもん勝ちってか。そっちは俺が行ってやるよ。よし、一番遠いところは私が行こう。みんなは手分けして散らばってくれ。了解。みんな気をつけてね。連絡ではアンゴルマエネルギーの反応はこの辺りのはずだが、シーコンズのやつだ。おお、おお、餌に釣られてのこのことやってきやがったな、サイバトロン。お主は。まったく、ところかまず掘り起こされたらかなわんで。うおな、なんや。カエルの千切りにしてくれるわい。そんなうまくないで。簡単に騙されるもんだな、サイバトロンの皆さんは。誰だ、騙すとはどういうことだ。今さら説明しても時間の無駄だろ。何そりゃ。あ、なんだよ、アンゴルモアエネルギーの反応ってこいつのことかよ。やっと現れたわね。あ、ここよ。あ、あら、なんだ、スルメが干してあるのかと思ったぜ。誰が現れるかと思って楽しみにしてたのに。がっかりよ。誰が現れれば嬉しかったのさ。
なんなら今からそいつと代わってやってもいいぜ。どうしやつけるんだから誰でも同じよ。キュレレーザー！あっ！だってだってだから代わってやるってば。いいからお待ち。なんだ、丘に上がったカッパじゃねえか。あ、カッパってなんだ。スクールトランスフォーム、ブレーベースタイナー。ほらー、あちら。やだ。エネルギー反応があるのはこの辺じゃねえ。お前さんがわしの相手かいの。え、お前はシーコンズの海の中が専門じゃねえのか。早いとこ片付けて夕飯までに帰らんとな。片付けるだ。まるでわしを待ってたみたいな口ぶりだな。待っていたんじゃよ。それがなんだとこれ。年寄りだと思って甘く見ると痛い目に遭うぞ。まあ痛い目に遭わせるために来たんじゃがな。お前なんぞ一発で片付けてやるわい。リリー、なんの年寄りだと思って油断したわい。ダメージはお前犯の方が多いわい。なんじゃこれ。そろそろサイバトロンとシーコンズが発信機に近づく頃やで。そしたらこのスイッチに反応が現れんねやろ。ええか、失敗するなよダジ。わかってるがな。それよりやね、もしライオコンボイがここに来たときは花からこの爆破装置で吹っ飛ばしたるっちゅな。どうや。せやな、そないしまひょか。なんせライオコンボイは他のサイバトロンの3倍やし。私を呼んだかな。ん、うわあ、しもた。よいかんかい。おお、どこ行きよって。もうこれがエネルギー反応の正体か。何しとるんや、今のうちに早うやってまえ。そんな豊かで全部いっぺんに反応しとんねん。壊れたんとちゃうかこれ。どれでもええから押してみ。よっしゃ、そろそろサイバトロンのシーコンズも片付いている頃なんだぞ。何をやってるんだ。ダージとスラストはとっととスイッチ入れんかい。何が起きたんだ一体。しまった、そのまねずっとこ行きやがって。あいつら最悪のタイミングなんだぞ。お、あれはアパッチ。メガストーム。ちゃうやろ、こっちやがな。貸してみん。こうなりゃサイバトロンは俺様が倒すんだぞ。うわあ。は？ナビ、みんなから何か連絡はあったか。何もないわよ、ライオコンボイ。はよせんかい。どれがどれやらわからんようなってもうたよ。それでもええから押してみ。そないよ、たかでも。ああ、もう全部いっぺんに押したのかい。お前たちはここで何をしているんだ。あ、いや、あの、別に、あの、そのただの通りすがりでんねん。あの発信機はデストロンのものだな。ちゃう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 、ちゃいまんねん。僕何も知らんで。あ、やあ、しまった、カラプリア寒っ。トランスフォーム、ほらさよなら。ビッグホーン変身。
本当に年寄りなのかい。10万歳じゃ、いや11万歳じゃったかな。よくそんなに数えられたな。え、何やってんだった。メガストームビッグーン。なんじゃいその面。うるさい。何しに来たんじゃ。発信機が爆発するなんて聞いてなかったが、聞き間違ったかな。お、またどこぞで爆発したで。ほな今度はわしや。どれにしようかな、これにしようかな。ほらビッグオンなら喜んだのにな。なんで俺がこんなことになるんだよ。くそ。あんた、俺様は赤い公爵メガストーム様だ。またか。今頃サイバトロンもシーコンズもまとめて吹っ飛んでるで。さすがメガストーム様やな。最後の一発も落ちたのか。何をしようとしていたのかは知らないが、作戦は失敗したようだな、メガストーム。うるさい。こうなりゃ作戦なんか関係ない。ここで俺様がみんなまとめてやっつけてやるんだぞ。お前たち覚悟しろ。助けてー、ライオコンボーイ。ん？こらーけっ、お高い。うわー、こっちへ来るな。来ちゃダメなんだぞ。メガストーム様の作戦失敗だったようですわね。失敗失敗大失敗。ねえ、やっぱりガルバトロン様がいないと。ラジャー。メシはまだか。爆弾のことは聞いてなかったぞ親分。まさかガルバトロンのやつらあたいたちを騙そうとしたんじゃないだろうね。でもよ、一番被害を受けたのはメガストームのやつだぜ。本当にドジなやつね。あんなのがいたんじゃガルバトロンも長くねえぜ。まったくだ。いやー、一対一だと手強いですね、シーコンズのやつら。特にイカ娘は厄介だぜ。いや、シーラゴンの方が強いんじゃ。なんのなんの、私が対戦したテラマンダーが一番だろう。いや、やはり頭のハーフシェルが最強だな。とんじゃイカ娘の相手してみろって。テラマンダーの相手は私かライオコンボイにしか務まらんわい。とにかくそんな奴らがガルバトロンたちと手を結んだとしたら。考えただけでもゾッとするぜ。みんな、これから厳しい戦いが始まるぞ。最後まで戦っていたらどうなっていたかわからないもん。一対一の戦いも迫力あるわよね、これだけいれば。今回はたまたまメガストームの作戦が失敗したからよかったもん。きっと今頃デストロの基地に戻って叱られてるもん。何を話しているんだ。なんでもないの。今回の作戦はダージとスラットなんかに任したのが失敗だったんだぞ。せっかくだからお聞きしたいんですけど。なんだ。メガストームさんはお兄さんの破壊大帝ガルバトロンさんのことをどう思ってるんですか。そりゃ破壊大帝といえば宇宙一の称号、たった一人だけに許された称号なんだぞ。尊敬してるんですね。いや、いつか俺様がその破壊大帝に。え、いや、なんでもない。いつまでそんなものを見ているんだ。ウニュー。それじゃあまた次のセカンド通信で。なりたくない、もっと
ラブレターが来たまん。それってめちゃ怪しくない？シーコンズのやつら得意な海に引っ張り込むつもりまん。そんなのに騙されるサイバトロンじゃないよね。騙されちゃったまん。超生命体トランスフォーマービーストウォーズ